Eren wa sugu ni wa ugokase sou ni ne. Ore tachi de kyojin wo nantoka suru sou. Eren! Kowaku nai! Shibaraku ishiki wa modori sou ni nai. Boku tachi de Eren wo mamoranakya. Nani ga dou natta ka. Sou ne. Sono hitsumon ni wa dare mo kotaerare nai to omou yo. してるの?もう世話の焼ける。やってみせる。やれ。誰か来て!捨てちゃった。このままじゃ食われちまうぞ。 もう私撤退するわ。ありがとね。おいおい、自分だけ逃げる気か。お前も兵士なら耐えるの覚悟に協力しろよ。私がやらなきゃ。やられちまう。まずい、巨人に襲われてるみたいだ。 エレンはあの巨人だったとは。ないな。エレンは目を覚まさねえのか。エレンは生きてるんだろうね。僕も一緒に行くよ。
からね。俺も行くぞ。この調子なら
を。聞いてよね、やれる。今ならエレンを壁まで運べそうだ。しかし、あいつに何が起こったんだ。無事でよかった。エレンやミカサは、まさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。もうダメだ。巨人に食われるまで戦わされ続けるくらいなら、いっそ今。やめろダズ、しっかりしろよ。お前だけじゃない、みんな恐怖と戦っているんだ。サシャを見ろ、急に巨人と戦ってもなお気高き兵士のままだ。お腹痛いんで、負傷者にしてもらっていいですか。もうダメだ。あ、よせ。お前からも二人に何か言ってやってくれ。無理に決まってんだろ。そもそもお前、なんでそんなに落ち着いてられんだよ。とにかく早まっちゃ。なんだ今の音、砲声か。悪く思うな。なんなんだこりゃ。おいお前ら大丈夫か。エレン、これは。わからん。だがこんなもん見せた後で
中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに？どうやって？とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりなんかしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもし俺が脅威じゃないってことを主張して中東兵団を説得できると言うなら、俺はお前を信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが？いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミン、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で走ってまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！彼は人類の敵ではありません！私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります！敵でないというなら証拠を出せ！証拠は必要ありません！我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです！大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです！周囲の巨人が彼に群がっていく姿も！巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました！この事実だけは動きません！体勢を取れ！奴らの巧妙な罠に惑わされるな！エレン！ミカサ！巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません！人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます！うっ、予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう。戻ろうぜ。次の作戦に備えねえと。死にたくねえよ。
Hehehehe